週の真ん中水曜日夜8時は吉村寮どこかの寮時間でございます。本日は本番が始まってからスタジオに入りました。申し訳ありません。すいません。違うんですよ。こんなこと言う予定じゃなかったんですよ。本当に今僕が、本番入る直前に思い描いていたオープニングは、愛用の傘が見当たらないので長男の傘を勝手に借りてきたお父さんです、こんばんは、だったんですよ。ねえんだもん。俺の傘が、だからもう今思いっきりビニール傘ですよ。普通にビニール傘なんですけど、うちの長男の名前が手書きで書かれてる傘を借りてきました。だからちゃんとなくさないように今日持って帰らないといけないので、はい、ちょっと個人的にプレッシャーです。はい、さっき一回忘れかけました。いや、そういうことじゃないんですよ。今日終わってから飲みに行く予定がありまして、はい、しかもおじさんと初デートなんですよ。はい、しかも差し飲みなんですよ。初めてなのに、グループ飲みもしたことないのに、はい、おもろ。あ、いや、こんな言ったらまた変な風に取られるからあれなんですけど、切り抜きやめてね、誰もしないけど、ちょいちょい僕が話に出すこの僕の番組の収録前に、この本番前にこの収録をされてる、毎週火曜日の夜8時30分合ってますからやってる宅建節っていう番組をされてる店長さんが収録されてるんですよ、いつもこの時間に、僕が入る前に。で、収録終わりに出てきた時にいつもなんか話しかけられて、なんか今日こんなテーマで話したんですけど、りょうさんどう思いますみたいなことを言うから、あ、僕はこう思う、ああ思うっていう話がもうとっても楽しくて、もうそれが最近もう恒例になってるんですよ、もう僕が楽しみすぎて。で、前々からじゃあ店長さん飲みに行きましょうっていう話をしてたら、一度FM 宜野湾のモアイがあるんですけど、月一のそのモアイにゲストで来てくれたんですよ、店長さん。でその時は僕ちょっと別件があってモアイ行けない予定だったんですけども、店長さん来てくれるっていうことで、もう2時間遅れとか3時間遅れで行ったんですよ。一応、はい、顔出さなと思って、はい、でその時もでもちょっとしか飲めなかったんで、まあ、店長さん改めて飲みに行きましょうってずっと言ってたら、この今週の今日の放送終わりにじゃあ行きましょうって店長さんが言ってくれたので、もうそれが楽しみでですね、はい、それで今日来たんですけど、いいや、そんな感じです。はい、そんな感じなので、もうとりあえずビールくださいです。はい、もうずっと飲みたい気持ちしかないので、それで今日は楽しい放送をやっていきたいと思っております。そんな感じでね、一人だけ盛り上がってテンション高い僕ですけれども、そんな僕でもちゃんとお相手してくれるのはいつものこの方です。皆さんこんばんは。僕も誘ってほしいなってちょっと嫉妬してるキャンです。仕事だからね、はい、しょうがない、それはしょうがない、それはしょうがない。しかも深夜1時まで。いけない、本当にすごいね。お疲れ様です、ありがとうございます。はい、そんなキャンチがいるから今日も楽しくできるんですけれどもね、よろしくお願いします。はい、そんな感じで楽しくやっていきたいと思います。でもっていうかさ、さっきだからマナミン、この FM 宜野湾スタッフのね、この店長さんといつも収録一緒にやってるマナミンに言われたんですけど、はい、僕店長さんと電話番号も LINE も何も交換してないんですよ。はい、店長さんに断られたんですよ。飲みに行こうっつって、いいですよって時に LINE 交換しましょうって、ちょっと待ってくださいって。はい、それもおもろいなと思って、じゃあ来週のこの収録、そして僕の本番終わりに行きましょう、その日だったら水曜日FM 宜野湾に来るんで、はい、それで今日になったんですけど、そしたらこのマナミンはとっても心配してくれたみたいで、これでどっちかが来れないってなった時にどうやって連絡を取るんだろう、いや連絡取れないから、なんか私が間に立ってどうにかしないといけないのかなとか、いろいろ心配してくれてたみたいで、でも僕の中ではおもろと思ってて、そんなね、本当に中学校以来ぐらいですよ、この相手に連絡も取れないまま1週間後の何時にどこで集合みたいな、
もう相手が覚えてるかもわからないじゃないですか。子供の頃よくありましたもんね今普通に連絡取れるじゃないですか、はい、携帯でも LINE でも何でもね、はい、なんなら相手のインスタとか SNS 見たら今日元気だなとか分かるじゃないですか、はい、そんなのも僕分からないんですよ店長さんのね。 それなのに1週間後の今日ってなっててもうめっちゃそのなんか状況が面白くておもろと思ってこんなの中学以来だなと思って、はい、それできたら店長さんも店長さんで、あ、りょうさんが今日お休みだったらどうしようって思ってたみたいはい、そんな2人で、あのおじさん2人でですね、初デートで後で飲みに行きますもうそれだけでおもろい。コメント来てますさあそんな感じでございますが、本日も番組の方はちゃんと進めていきたいと思います。吉村亮どこかの亮時間、この番組はあなたのイベントを特別なものにアブソリュート、今入れる保険あります有限会社アシスト、各社の提供とたくさんのリスナーさんに支えられてここ FM ギノワンから生放送でお届けいたします。電波の方は 79.7MHz、 ネットはツイキャスや YouTube でご視聴いただけます。今日は見れないんだよね YouTube が。そうなんです、すいません、はい、皆さん、すいません、なんかね YouTube の生配信がちょっと今不具合で、はい、今日からなんか1週間ですね、できなくな、1週間できなくなってるみたいです、すいません、はい、あの復旧予定は来週となってるみたいですので、 YouTube でご視聴の皆さんは今日ちょっと見れてなくてなんでかなってなってるかもしれません、ごめんなさい。ちょっとそれ以外のね電波、ツイキャス、サイマルラジオ、マイチューナーラジオというアプリとか、はい、そういうので一応見れますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。アーカイブは一応後日アップロードする YouTube の、はい、あ、じゃあライブ配信だけができないってことなのかな。そうですね、まあすぐにはちょっと上げられないんですけど来週以降上げられるはずなので、今動画に撮って残しております。あ、そうかそうか、あとでね、はい、はいはいはい、 OK です。で YouTube の皆さんはまた後でも見れますので、今日はちょっと違うやつで音声だけでもお楽しみください。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ネットの場合は、FM ギノワンの生放送ライブを選択してお聞きください。よろしくお願いいたします。ツイキャスは大丈夫なんですよね、はい、はい、ツイキャスはいつも通りやってますのでコメントの方もお願いします。じゃあ本日のトークテーマいきましょう。本日のトークテーマはリピート買いしちゃうもの、はい、リピ買いでございます。なんかねこのお家で使ってるのの定番商品とか、いつものやつ、美味しいやつ、これ好きなんだよな、毎回買っちゃうよなとか、このお酒が好きで毎回これ飲んでますとか、何か必ずお気に入りあると思います。その辺の話を今日は盛り上がっていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。番組の方ではコメントやメールを募集しております。コメントの方は、先ほども言いましたツイキャスアプリで生配信しております。こちらでコメントの方いただけますとすぐ確認できますので、よろしくお願いいたします。またメールの方はメールアドレスどこかの領事館、メールアドレスローマ字でどこかの領事館、領は RYO です、 U はいらないです、はい、領事館で、ま、領事館アットマーク gmail.com、 どこかの領事館 gmail.com でお待ちしております。はい、メールの方もね、コメントの方もどしどし、どんな話題でも拾っていきますので、よろしくお願いいたします。それでは本日もコメントの方が早速たくさん来ておりますので、皆さんのコメントをご紹介していきたいと思います。さあ本日もですね、はい、本日もですね、パパヤさんはじめ、埼玉の郷さんとかね、もう皆さんこう埼玉の郷さん、吉村町まで待機とかね、はい、星座待機、パパヤさん、星座待機とかいろいろやっていただいてますが、本日の一発目は、郷さん、埼玉の郷さんでございます。ありがとうございます。こちらでいいですか、りょうさん、キャンサンダーの方でいいですか、合ってます、これはフライングですね。そうですね、ちょっとチンの方がある、一番最初でしたすいません、僕リアルタイムで見れてなかったのでごめんなさい、間違えました。はい、埼玉の郷さんが、ね、いつものようにりょうさん、キャンサンダー、リスナーの皆さんこんばんはって来たんですけど、これフライングだったみたいですおもろ、はい、沖縄大好きさんからもね、こんばんりょうちん、どうもミスターサタンです来てます。こちらもフライングでしょフライングでしょ、はい、で埼玉のお子さんが、あ、吉村さんじゃないの、まだだったの後にチッって来たのが一発でございます
こんなこともあるよね。埼玉の坊さんのチッてきたのが本日の一発目でございます。ありがとうございます。はい、その後の来たわーいねーって言ってますけどね。はい、続きましてガラスの中年さん。シャー、 YouTube 筋肉マン大井争奪戦からの領事館へシフトチェンジ。ルービー片手にこんばんワイン、こんばんワイン。ガラスの中年さん、すごいね、筋肉マン大井争奪戦 YouTube で見れるの。へーからのこっちなの。すげえな。おもろ、埼玉の郷さん、紫芋アイスみたいなマイクカバー。本当っすよね、僕も初めて見ましたよ、こんな濃い紫。だんだん薄くなると思います。はい、パパや沖縄 T シャツ屋さん、生ビールです。飲みたいの。さあ、カーボーイさん、吉村総領事件大使美人秘書ヘラクレスマナティ、皆さんこんばん、ワインとチーズ。大雨ですね。そうですね、でも梅雨らしくていいですね。今年はなんかね、して吉村亮にクズ流線。待て待て待て。カーボーイさん、なんか最近短くなってる、大丈夫。またルルオニケンシンですね。まあ戻ってきたね。はい、よかったよかった。あ、僕カーボーイさんに謝らないといけないことがあります。はい、あのですね、すいません、本当にすいません、カーボーイさん、ね、先々週ぐらいにこのステッカー欲しい方、送りますのでどうぞ応募してくださいって言ったら、カープボーイさんが自分の分を英文機能に置いといてくれっていうことで OK っすって言ったんですけど、その時準備できてなかったので、先週僕準備して持ってきたんですよ、はい、持ってきたのにキャンチにお願いするのを忘れて持って帰ってしまったので、すいません、今日ちゃんと持ってきましたので、はい、カープボーイさん、ごめんなさい、聞いてますかね。カープボーイさんの分ちゃんと FM 技能案にキャンチにお願いして置いとくのでね、はい、タイミングあれば取りに来てください。後ほどお預かりしたいと思います。はい、お願いします。キャンチ、帰る前に行ってよ、また忘れるかもしれんから。了解です。ごめんなさい。はい、沖縄大好きさん、いや、どんな挨拶よ。ちゃんといつもね、オープニングトークって考えようと思ってるんですけど、はいはい、前述の通り、インスタジオインギリギリまでいらんおしゃべりをしているので考える暇がないんですよ。はい、すいません、僕はいつもその場で考えてます。ほらほら、さすがさすが、ガラスの中年さん、命のお水ルービー T シャツ。確かに沖縄の人は、ね、名護の水とか言いますからね。おお、いいですね、はい、うちの親父は死ぬまでバドワイザーの缶のどこかに This is water って書いてあったってずっと言ってたんですけど、絶対見たことないです。はい、ナルトラさん、お疲れ様です、これから家出ます。ナルトラさん、気をつけて向かってください。沖縄地方めっちゃ雨が続いてますのでね、はい、運転気をつけてください。タミーさん、りょうちんキャンチン、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。パパヤさん、また新しい彼氏。埼玉の郷さん、山内さんの次は誰よ、宅建の方か。違う違う、そういうことじゃないんですよ。カーボーイさん、また永田のマスター以外に彼氏増やしたの、全くもう違う違うんですよ。カーボーイさん、彼氏増やしたんじゃないですよ、増やすんですよ今から。違う違う、こんなこと言うからまたおかしくなる。違うんですよ、はい、僕は生粋の女好きですよ。いや、そういうことじゃないんですよ。のんけです、はい、のんけですよ。のんけとか言うとまたそんな言い方分かるのおかしくねってなるんですよ。もういいよもう。はい、トゥインクルさん、トゥインクルさん、トゥインクルちゃん来てます。こんばんは、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。マダンバシジュンさん、マダンバシジュン初めてかな、こんばんは。リョウさん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます。パパや沖縄 T シャツ屋さん、キャンさん振られたねって。じゃあキャンチは振られてないですよ、全然僕の手に負えないので。埼玉の子さん、キャンさんだ、嫉妬しないで。全然キャンチは意に介してないと思います。キャンチも生粋の女好きなんで意に介してないと思います。大丈夫です、はい。あ、カンパチさん来てます、おばんです、おばんです、ありがとうございます。ジュンジュンさん来てます、ぐすうよ、こんばんみ、こんばんみ、こんばんみ、ありがとうございます。ガラスの中年さん、酒飲み放送しよう。それな、しましょう、はい、じゃあ遠慮なくね。持っとったんかい、持っとったんかいですけれども。いいな、違うんですよ、今日だから店長さんが今日収録終わった後にね、皆さん、あー、この音、あー、最高、あー、
はい、音だけの方に説明いたしますと、僕は本番中にもかかわらず今チューハイを開けて氷が入ったグラスに入れました。いただきます。いいな、美味しそう。うめ、本番中に飲む酒が一番。まあでも僕も今週日曜日はお酒飲みながら仕事しました。マジっすか、めっちゃいいじゃん。めっちゃ楽しかったです。めっちゃいいじゃん。はい、そう、今回ですね、その店長さんがね、なんだっけ、収録終わった後に僕の番組終わるまで1時間待ってますって言うんで、それは申し訳ないと思って、お酒とノンアルを買ってきたんですよ、店長さんの分も、はい、だから飲んで待っててくださいって言おうと思ったら、今これ1トン超えってからなんか嫁に送ってまた来るんで待ってくださいねとか言うから、はぁっつって、はぁって言ってない、ごめん言ってないけど、あ、じゃあ戻ってきたら飲んでてくださいねっつって、で飲むんだって、飲んで待つんだったら一緒に付き合おうかなと思って自分の分も買ってきたんですよ、はい、はい、いないけどね。というわけで持ち込んでしまいました、すいません、よろしくお願いいたします。本日はインアル、はい、ノンアルではなく今日インアル放送でよろしくお願いいたします。ガラスの中年さん、一緒にビール飲みましょう。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。あ、マナ吉さん来てます。マナミンですね。スタッフの、そうそう、その初デートのような感じが面白いと思いました。マジでよ。はい、おじさんも思ってますよ、めっちゃ。ドキドキですね。はい、でタミーさん、マナミンの人の良さナイス。ほんまよ。カンパチさん、伝言板使おう。あ、これさっきマジでこの話になったんですよ。はい。でマナミンが本当にそれをちょっと最近考えてたみたいで、で僕がこんなのいいんじゃんっていう話になったので、ちょっと考えて購入考えるって言ってました。 FM キロワンに伝言板設置して、このね、要はリスナーさんの方がもし来られて、はい、なんか持ってきてくれたりとかして、この好きなパーソナリティさんに会えなくても伝言残せるじゃないですか、はい、でお土産持ってきましたと書けるじゃないですか。そんなのもいいなと思って、でパーソナリティ同士のね、横のつながりもやっぱ難しいんで、それで一郎さんが、山内一郎さんがもう会い始めたんですけど、そういうのもなんかつながれたらいいなと思って、そんなんいいんじゃねっていう話で盛り上がったので、はい、そういうのがもし FM 技能にできましたら、皆さんぜひぜひ利用してみてください。よろしくお願いいたします。伝言板ができたら絶対 XYZ って書いて、それも言ったもう言った、それもさっき俺がやったら書いたのにっつって言われた。その一言から始まったから、伝言板いいっすねっつってもうリボルバー隠し持っときますコルトパイソンで6インチの、はい、6インチの、はい、おまめさん来てます、ありがとうございます。りょうさん、キャンさん、皆さんこんばんは。店長さん忘れてたら面白かったのに笑ってひど、はい、そんな感じで、本日も楽しくやっていきたいと思います。今日もなんかねコメントたくさんでありがとうございます。紹介してたらオープニングだけでもう18分、やべえ。さあ先に進めていきたいと思います。本日もこのコーナーからスタートです。さあ勝手にお店紹介のコーナーです。このコーナーはりょうちんが実際に足を運んで店員さんとお話をして、このお店いいな素敵だなと思ったお店を皆さんに自信を持って、ここ重要、自信を持って紹介するコーナーとなっております。本日はまたまた沖縄そばでございます。はい、ねリスナーさんも確か何人かの方とかおっしゃってたりとかあったんですけれども、本日ご紹介するお店は、昨年12月に新しくオープンしました沖縄そばニューロイヤルさんでございます。はい、ニューロイヤルさんは、うるま市のきなかというところに昨年の12月にオープンした新しいお店でございます。インスタとかでね、たくさん載ってるので、はい、皆さんご存知の方も、でももう話題になってて、オープン当初からですね結構行列というか、お客さんたくさん来てるみたいでね、はい、皆さん知ってる方もいるかと思うんですけれども、はい、実は僕お友達なんですよ、はい、お友達が開けたお店なのに全然行ってなくてですね、はい、最近ちょこちょこ行くようになったので改めてご紹介したいと思います。沖縄そばニューロイヤルさんはうるま市きなかというところにあります。場所はですね、南郷線とか行ったらめんどくさいと思うので、遠くから行く方のために説明しますと、沖縄の高速道路を沖縄北インターで降りまして、はい、でその出口からそのまま交差点を直進していただいて、もうずっとまっすぐ行くんですよ。もう何もないところ通るんで、ずっとまっすぐ行って、ずっとまっすぐ行って、あ、ようやく町に出てきたなっていうところで、ファミマとかセブンイレブンとかダイハツ
さんとかがある交差点に出るんですよ、はい、でその交差点をそのまままた直進していただいてもうちょっと遡ると右手にあります。あ、はい、過去一簡単な説明あのです、ね、高速降りてまっすぐっていうね、はいはい、あただ、店舗の方が道沿いが駐車場でその奥に店舗があるので、この方向から行くとちょっと見逃す可能性があるんですけれども、あの営業時間は上りが立ってるので、はい、道沿いに上りが立ってるので沖縄そばっていうそれで気づけるかと思います。はい、ニューロイヤルさんはですね新しいお店ということでなんか、ね、おしゃれなんですよ。とっても看板とかが実はなくてですね、はい、営業時間はのれんが赤いかっこいいのれんがかかってるんで分かるんですけど営業してなかったらのれんもかかってないし上りも出てないんで、ここ何空き店舗みたいになるんですけどはい、はい、でも営業時間ならね上りがたくさん立ってて、はい、赤いのれんがかかってるんですぐ分かると思うんですけれども中はねとっても素敵なねいい感じのなんかカフェみたいな感じなんですよ、はい、それもすごいシンプルのこのコンクリ打ちっぱなしのとかシンプルな椅子とかで揃えられた、ね、カウンター席が結構あってテーブル席多分3つぐらいしかないんですよ。あ、そうなんですね、はい、店内でしかも真ん中にロボット駅みたいにロの字型四角いカウンター席があって、はい、入って左側にもカウンター席があってで右側の奥にあのテーブル席が3つぐらいしかもテーブル席4人掛け4人掛け2人掛けぐらいのやつなんですよ、はいはい、なので本当にあのお蕎麦屋さんとして僕正しいと思うんですけどお昼時間に行ってパッと食べてパッと出るみたいな、はい、もうそんな感じのを想定した作りになってて店員さんもとっても丁寧で、はい、めっちゃいい感じでも店員さんもねみんな可愛いあの女性の若い店員さんとかカフェかなっていう店員さんとかが一応いらっしゃるんですけど、はい、でお店入ってもすぐ左側にタブレットがあってそこでもう何組待ちとかあると入力していただけると何人とかテーブルカウンターとか入力するとあの何番さんって呼んでくれるんですよ、はい、でその時電話番号と入れとけば外の車でクーラーの中で待ってても電話かかってくるんですよ、はい、そんな感じでいい感じにスムーズに入れてで入ると食券機で買って席に着くシステムなんですけど、普通にあじゃあ空いてる席どうぞとかじゃなくてちゃんと店員さんがあじゃあこちらですって言って案内してくれるんですよ。この席までどうぞっつって、はい、なんかもうとっても素敵だなと思ってその時点でもサービス的に、はい、でさっき言ったんですけどこのカウンターがロバタ焼きみたいに四角くできてるんですけど店の真ん中にねそのカウンターの真ん中に厨房はないんですよ、はい、ロバタ焼きみたいには厨房は奥にあるん でそのカウンター真ん中に何があるかというとなんか素敵なディスプレイが毎回飾られてるんですよ。僕が行った時は今年はなんか生け花とかがめっちゃ飾られててあら素敵ってなるんですよ。あ、そうなんですね。なんか去年のクリスマスには本物のもみの木のクリスマスツリーとかがあったみたいです、すげえなと思ってそんな感じでおしゃれな店内なんですけれどもなんやけなお蕎麦はめっちゃシンプルというかもうメニューが決まってましてこれがまたいい感じなんですよ。ニューロイヤルさんのお蕎麦メニューあ食券機でねすぐ見れるんで分かると思うんですけどまあもちろん何者ってないこれちょっと面白いですけど何者ってない酢そばっていうのがまずありまして、はい、でソーキのってるのはソーキそば、はい、三枚肉のってるのは三枚肉そば、はい、でゆし豆腐そばで生アーサそばっていうのもあるんですよ、はい、アーサ生のアーサに、低温熟成したこのささみ肉みたいなのが乗ってるんですよ、でこの辺が全部乗った要はつけ麺屋さんでいう全部乗せみたいなのでロイヤルそばっていうのがあってニューロイヤルさんなんでね、はい、ロイヤルそばっていうのがあってそれだとゆし豆腐と三枚肉とソーキが乗ってるんですよ。でも1000円しないんですよ。おめっちゃいい感じで、ちょっとまあ普通のお蕎麦屋さんあるのになと思ったのが大中小とかはないんですよ、はい、もう本当にシンプルこんだけ以上みたいなお蕎麦としてはでそれ以外ではジューシーとかもちろんジューシーもありますで炙り三枚肉丼っていうのがあるんです。あ今写真見てますけどこれもめっちゃうまいんです。おいしそうせであと珍しくもずくっていうのも単品であるんです。で実はですねオーナーがですねもずく屋さんなんですよ。実はもずくの製造販売の会社をされてる方がオーナーなんですよ、はいはい、なのでなぜかもずくっていうのがあってでも皆さんご存知もずくがですね単品で注文しなくても普通にお蕎麦とか頼むとついてくるんですよ。おいしいのこれが。あだってもずく屋さんだもん。あであのつけだれも自家製のやつなので他の
店舗で食べられるようなのじゃないんですよ、はい、あのね、なんて説明するのかな、お酢がね、はい、控えめでね、はい、優しい甘さなんですよ、はい、このたまにほら沖縄とかよく言う数十歳みたいな、はい、酸っぱいもずくとかあるじゃないですか、はい、ありますね、じゃなくて優しい甘さの優しい酸っぱさのもずくで、もずくも美味しいんですよ、めっちゃ、はい、これまず食べていただきたい。でそんな感じでお蕎麦なんですけれども、まあ、お蕎麦といえば皆さんが気にするのはまずスープ。スープはちゃんと豚骨が前面に出てて、でもカツオだしとか魚介系も入ってる、いい感じのバランスが取れてる感じです、はい、ただまだね、開店して半年だからとっても美味しいんですよ、とっても美味しいんですけど、まだまだ美味しくなるんじゃねっていう感じがします。はい、最近ね、なんかね、かつおだしベースの、あっさり系とかが結構多い気がするんですけど、はいはい、ニューロイヤルさんはちゃんと豚骨の味がする美味しいスープでございます。でまた麺がなんかね、生麺で、はい、ツルツルシコシコのなんかラーメンみたいったら変なんですけど、本当にツルンって入ってくる美味しい感じなんですよ、細い平麺のど越しのいい感じで、でなんか聞いたら平製麺所さんっていうところらしくて、僕ちょっとごめんなさい、はい、ご存じないんですけれども、はい、本当にオーナーがお店始めるにあたって沖縄中とかを歩き回って、俺が出したいスープにはこれだっていうのを見つけたのがそっちらしくて、はい、平製麺所さんっていうところの生麺、はいはい、ゆで麺じゃない、生麺が使われてるらしいです。めっちゃ美味しい、この美味しいんですよ。でさあ早期ですよ、はい、早期もまた美味しくて、早期そば頼んだら軟骨早期と普通の骨付き早期と2つ入ってくるんですよ、はい、ほら軟骨早期ですとか本早期ですって分けてるお店も普通にあるじゃないですか、多いですね、はいはいはい、こちらは2つ入ってくるんですよ。で軟骨早期はもう軟骨トロトロで、はい、僕の好きな柔らかいやつで、本早期は逆に骨が付いてるやつはこのお肉がしっかりしてて、しかもめっちゃでかいんですよ、塊、分厚いんじゃなくて塊が来るんですよ、だからもう噛み応えがある美味しい早期が来ます。でもどっちも味は濃くないです、味はちゃんとついてるんだけど味クーターではないです。で三枚肉が多分見たらびっくりするんですけど、三枚肉かっていうなんかね、なんて言ったらいいんでしょう、めっちゃでかいんですよ、はい、吊るしベーコンのスライスみたいなめっちゃでかい幅の長いやつが乗ってくるんですよ、何枚も。でも一応薄いのでペロペロ食べれちゃうんですけど、分厚くはないので、でも見た目ものすごいでかいやつが乗ってくるんです、だからもうめっちゃ映える、写真撮れる撮れる、で豆腐もこのうるま市ではご存知の方も多いシリンカワ豆腐さんっていう、はい、この地元ではめっちゃ出回ってるんですけど、あんまり大手のスーパーとかに卸してない美味しい豆腐があるんですけど、そのシリンカワ豆腐さんの油脂豆腐が入ってます。なのでもうこだわり満載、めっちゃ美味しいんです。で先ほども言いましたけど、このソーキとか三枚肉はそんなに味クーターではないので、はい、全然食べれちゃうんですよ、このバランスも良くて。でそんな感じなんですけれども、さらにテーブルに味変がいっぱいあるんですよ。なんかね、ごめんなさいね、ちょっと確認するんですけど、味変で置いてあったのがね、なんかいっぱいあるんですよ。普通高齢グースとか、はい、七味とか、はい、お蕎麦屋さんあるじゃないですか。でもそれだけじゃなくて、高齢グースあるんですけど、七味はなくて一味がある、はいはい、とか紅生姜がもちろんあります。で柚子胡椒があるんですよ。柚子胡椒なんで、柚子胡椒しかも自家製らしくて、はい、お店で作ってるそうなんです。ね、高齢グースの3倍ぐらい辛いです。もうはっきりした辛いやつで、うまい梅っていう、なんか梅のなんかなんていうゲル状になってるというか、はい、梅のなんかそういうつけだれみたいなのもあるんですよ。梅ですよ、蕎麦屋に。なんか不思議な、はい、印象ないですね。この4つが一応揃ってておもろいんですよ。だから要は自分好みを探せるというか、はい、おもろいんですよ。普通に麺とかさっき言ったスープ具材おいしいのに、なんかこんな味変もいっぱいあんのみたいな、面白くて。
でさっきもちょっと言いましたけど三枚肉丼、あ三枚肉丼って言ったのがあったんですけど、その三枚肉さっき言ったみたいにめっちゃでかいんですよ、はい、ちょ薄いんですけどすごい幅広くてでかいやつが三枚肉丼だと、この普通のご飯茶碗にご飯が乗ってて、その上に全部はみ出てる三枚肉が3枚ぐらい乗ってるんですよ。でその真ん中に卵黄が乗ってるんですよ。もうね子供がバクバク食べるやつ、うん、でこの卵黄も沖縄県本島地域中部地域でご存知のあのクガニ卵っていうブランド卵が使われてて、これもまた美味しいんですよ。味が濃くて旨味が濃くて新鮮で、この卵黄のプリプリ感たまんないですね。なんかねいろいろこだわってて、これは素敵なんですよ。でこんなこだわってる上なのに、この個人的に僕が酒好きの僕が気に入ったのが、あのお水出てきた時のお水が真空断熱タンブラーなんですよ、はい、ステンレスの。いいですねすごくない、はい、普通に薄手の軽いやつだったけど、はい、ちゃんとそこ見たら真空断熱だったんですよ、はい、やばーと思って、こだわってます、ね、だから冷たいお水も飲めるし、はい、で、子供用の椅子とかもちゃんとテーブル用もカウンター用も準備してて、あのカウンターにガチャってはめるやつあるじゃないですか、はい、子供が浮いちゃうやつ、はい、そういうのも準備してるんで、本当に小さいお子さん連れてきて、あテーブル埋まってる3つしかないと思っても、カウンターでも子供用椅子あるんで、それで親子3人4人とか食べれるんですよ、もうできるし。でまたいつも見るんですけど、トイレがとっても綺麗で、はい、あの飲食店でトイレって僕大事だと思ってるんですけど、とっても大事ですよね。とっても綺麗で鏡も大きいし清潔だし、なおかつなんかそのドライフラワーっていうんですかね、この花束みたいになってるけどお花だけど乾燥してるみたいなやつがあるじゃないですか、はい、あれがぶら下がってるんですけど壁に、これがとってもいい香りがするんですよ。何これみたいな、なんか女子受けする、あのそばも映えるし、はい、トイレ綺麗でこんなドライでっかいドライフラワー下がっててなんかいい香りするし素敵ですデートできるお蕎麦屋さんですね。マジよ。あ、そうかもしれないね。本当にそんな感じで、なんかいろいろこだわりが詰まってる素敵なお蕎麦屋さんでございます。はい。本日ご紹介しているお店は沖縄そばニューロイヤルさんでございます。場所はうるま市きなか。あの先ほど言いましたけれども、あの沖縄の高速の沖縄北というところで降りていただいて、交差点を直進でずっと行ったところにあのセブンイレブンとファミマと琉球ダイハツさんがあるんで、その交差点も越えて直進して右側にございます、はい、営業時間の方が、火曜日から金曜日は、午前11時からお昼の3時まで、で土日祝祭日はちょっと早くて、午前10時30分からお昼の3時まで、もう本当にランチ営業だけでございます。で月曜日はお休みで、駐車場の方が店舗前に9台分あります。ただお蕎麦の提供が早いので結構土日とかに行くと駐車場埋まってることが多いと思うんですけれど、5分10分待っていただければもうお店がどんどんお客さん回転するんで、あの駐車場開くのでそれで入れるかと思います。はい、本日ご紹介したお店はおしゃれで美味しくて、まだ開店半年なのにこんなに美味しくて、まだまだ伸びしろがある感じがする、とても素敵な期間中デートができるお蕎麦屋さん、沖縄そばニューロイヤルさんでございました。うまい、酒飲む今から今もう話聞いて、アレルギーから受診しようと今話してます。ただこっち、今日ごめん、こっち、いただきます。あ、ちょっと本気で一回調べよう本当よ、ちゃんとね、分かった方がいいよね。もう10年我慢してるんで。10年、やばいな。なんかね、どうなってるか分かんないけど、アレルギーって突然出たりもするけど、はい、引っ込むことはあるのかな、分かんないけど、なんかね、調べてみないとね、個人判断ではできないもんね。うんうん、中部病院も一応アレルギー科にもあるんだ、一回受診してみようかな。あ、埼玉の郷さん、メールアドレスありがとうございます。おじさんにメールはこちら、どこかの領事館、どこかの領事館、@gmail.com 見てます、はい、コメント見てる方はぜひぜひよろしくお願いいたします。CM いいな、何これ、何これ、渋いっすよね。
そうだよ、みんな。おもろいコメント見つけた。ありがとうございます。おもろいコメント見つけた。すごいな。平大好きさんがいいこと言ってますよ。男はみんな女が好きなのさ。あんな優しそうな沖縄大好きさんからそんな言葉が出てくる。あの大さん違うよ。じゃあ行きます。さあ、どこかの領事館をお送りしております。本日のトークテーマは沖縄そばではなくて何でしたっけ、リピート買いしちゃうものでございます。はい、コメントの方も来てますのでよろしくお願いいたします。カップボーイさん、今リピートしているものって言ったら島唄と残波の黒とシークワーサーの元、大森正弘、そんなとこかな。ドーナツ棒のお店のチュラ豆、あ、わかる、あれもちょっと美味しいよね。いいいい。はい、カンパチさん、梅のおにぎりド定番ですね。いいね。ガラスの中年さん、韓国海苔は買っちゃうな。あとラー油あえメンマかな。あ、ラー油あえメンマって食べたことないけど、なんか美味しそうね。美味しそうですね。めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。はい、ひふみさん、こんばんは、ごくんちょ。あ、ごくんちょ、ひふみさん、兄さん、ありがとうございます。お久しぶりでございます。はい、ひふみさんに対して、僕にじゃないですよ、ひふみさんに対して、北海道トランチュさん、お久しぶりですって言って土下座 の、 あの絵文字が来てるんですよで、俺見たことねえなと思ったら、改めまして北海道トランチュさん、あ、はじめまして、こちらは初見です、よろしくお願いしますありがとうございます。北海道トランチさん、ありがとうございます。ひふみさんが出てきたから思わずわーってなったんでしょうね。ひふみさんリスナーなんでしょうね。すげー。いや、あの FM 機能の結構昔から聞いてもらってるリスナーさんで、ありがとうございます。お久しぶりでございます。はい、領事館もよろしくお願いします。 お暇な時にぜひぜひ。はい、武蔵さん来てます。武蔵さんも、はい、吉本さん、三木さんのキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんは。しゃい、梅雨時期の大雨、雷の外のスタジオでの生放送、お疲れ様です。本当よね。はい、あ、でも武蔵さん、この大雨のおかげでね、今ダムの貯水率が爆上がりみたいですよ。 90% やっと超えましたね。 90% 超えたみたい。多分95ぐらいはいきそうですね。ね、この昨日時点ぐらいで 90% ぐらいいったんでしょ。はい、で見たら、なんか例年このここ10年の平均値が83とかで、はい、それよりはるかに上回ってるみたいなんで、でそっから今からぐんって平年値が上がるんですけど、それすら超えそうな今勢いなので、うん、そうそう、すごい。あのなんかね、なんだっけ、キンダム、はい、キンダムか何かはもうオーバーフローしてるって、昨日ぐらいからこの貯水率をもう 100% 超えて、はい、もう溢れてって、ずっとだーっていやー、恵みの雨ですね。ね、本当にありがたいよね。結構ね、3月4月ぐらいからね、はい、全然雨がなくてダムが 40% とかまで下がって、やべーっていう話で、はい、もうずっと県内節水しましょう、節水しましょうってやってたのに、はい、この一気にまた超えてきたっていうね、わけのわからないことになっておりますけども、はい、もうグラフの上がり方がとてつもなかったです。本当にね、みんな見た見た、おもろいなと思った。はい、ありがとうございます。はい、神様ありがとうございますありがとうございます。はい、カーボーイさん、あ、そうそう、リスナープレゼントといえばキャンさん、シアンドケイミュージックキャノンのオリオンビールはあれも行ってないの、もうないのかなって。あ、来週の放送でまた改めてご案内いたします。じゃあぜひぜひカーボーイさん、そちらも。はい、埼玉の子さん、まあ、バドワイザーは水っぽいよね。確かに。でタミさん、ビールは名護の麦茶って言ってたよ。なるほどおもろいな。味噌煮込みスキーさん来てます。はじめまして、こんばんは。こんばんは、大雨大丈夫ですか、 T シャツのパワー味噌煮込みスキーっていいね。この音だけ聞いたらロシア人かなぐらいのやつ女スキーとかね、味噌煮込みスキーとかね確かにちょっと言われてみればロシア人っぽいですねはい、ヤンキチさん来てます。両親健治、こんばんにゃ、こんばんにゃ、ありがとうございます。はい、埼玉の子さん、大丈夫、僕は琉球飲んでるから。そうよ、みんな飲みましょう。今日僕も飲んでるんで、ぜひぜひ皆さんビール開けてください
あ、ボイさん、キャンさん、なんか豚肉の話の時よりかわいそう。今日横でビール飲まれて笑う。ガラスの10連さん、むいいねいいね、くーたまらん音じゃ。はい、俺も乾杯、ありがとうございます。いいいい、にそみこみ、あ、にそみこみスキーさんもシュワシュワ感わら、チューハイ飲みながら放送できる寛大な放送局、ほんとね。でカンパチさん、昭和の頃ならタバコもね、マジっすよね。あ、ほんとそうですよね。昭和の頃はあの飛行機の中でタバコ吸ってましたからね、はい、今考えたら怖えと思う。なんかあったらどうすんだとかね、とんでもないですね。火事とか起こったらどうすんだみたいな、ね、ほんと怖いですよ ね。北海道トランチュさん、生ビールの T シャツ着てるけどチューハイ飲んでる、仕事の当番で今週飲めません。あら、トランチさん、医療関係かな、当番で飲めないとか大変だな、ありがとうございます。はい、パパヤ沖縄 T シャツ屋さん、パパヤ参上って書きに行きますね。これも伝言版ですね。伝言版ですね、はい、ありがとうございます。はい、カンパチさん、アイアイ傘も書くぜ、さすが。アイアイ傘もあったね、懐かしいですね、昔の昭和のやつとかになるとね、はい、懐かしいな。はい、あ、すいません、あのトークテーマ何も喋ってない、ごめんごめん。はい、リピ買いするものですよ。僕的にはリピ買いしたくても最近できてないのが、はい、あの鶏皮の唐揚げです。わかります？はい、なんか商店とかに売ってたオレンジのパッケージの鶏皮の唐揚げ、あれが今全然売ってないんですよ。なんかあのね、本当にちっちゃい商店とかこのに行ったらたまに見かけるんですよ。でも前扱ってたスーパーとかビッグワンも前あったんですけど、ビッグワンとかの量販店とかに行ったら今全然売ってなくて、はい、誰か教えてください、あれ売ってるところ。あの、わかります、アンダカシーって言ったらみんな分かると思います。アンダカシーみたいな、はい、それのもっとカリカリバージョンのやつ、わかるよね、わかる、はい、300円ぐらいの、美味しいですよね。うちでは一番あれが人気で、うちの子供たちも、はい、カリカリが今日あるっつって僕が酒の魚に開けるのにみんなが食べるんですよ、っていうぐらい人気なのに全然見当たらないんですよ。今なんか見つからないもの増えましたよね、うん、だから人気が出て回ってないのか、うん、なんか分かんないですけどちょっと心配です。はい、僕リピート買いするものがあるんですけど、はい、皆さんと方向性変えて言うと、うん、多分りょうさんには伝わるかなと思うんで、あのワコーズさんのヒューエルワンですね。いいね、仮想降車なんでいい、ね、エンジンぶん回すの怖いのでいいね、時折使ってます。ワコーズって久しぶりに聞いた。オイルとかのな、はい、老舗っていうかもう大手だよ、最大手だよな、最大手ですね。ちなみにワコーズさんで言ったら昔はあのそういう機械油とかだったんですけど、はい、今あの釣りのリールのメンテに使うグリスとかもワコーズのめっちゃいいやつがある、はい、そうなんですね。やっぱでもちょっと高いんですよ、はい、だから僕はまだ試したことないんですけど、はい、めっちゃいいらしい。いや、日本が誇るケミカル産業ですからね。そう、 YouTube とかで出てくるわけよ、この何おすすめの、動画とかのリールメンテとかに使う、はい、グリス何使ってますかとかに、ワコーズさんのこれとか出てくる。うわー、かっこよ、タッカーと思って。胸熱夏いいね。あ、ごめんなさい、そんなこんなしたら全然メール紹介できなくなっちゃうから、ごめんなさい、今日ちょっと押してるんですよね、ごめんなさい、コメント多すぎて、あの盛り上がりすぎて、すみません、ちょっとあのメールのご紹介しておいきたいと思います。お願いいたします、はい。こちらはですね、ステッカー届きましたというメールいただきました。前々回のラジオで自分の話が出てびっくりと嬉しさで、外であたふたしてしまいました。ありがとうございます。ステッカーが想像より大きかったのでじっくり貼る場所を考えようと思います。これからもサイレントリスナーですが毎週楽しみに応援しています。ちなみに自分は東京生まれですが以前沖縄かっこ牧港に2年住んでいた経験があります。宜野湾のトロピカルビーチで、ライフセーバーもしていました。沖縄好きの港区男子です。わお、はい、あの東京都港区の方からもメールいただきましたということをちょっと紹介したと思うんですけど、はい、ステッカーあの応募ということでその方からメールいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。でね、その方がね、めっちゃかっこいい、はい、あの東京タワーの前で僕の番組のメール、あのステッカーをめっちゃ素敵、はい、写してくれてます。あのちゃんとほら、ちゃんとあれ、うわかっこよ、いいですね。まさかどこかの領事館の公式ステッカーが東京にあるなんて。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、港区男子のこれはルッカさんなのか分かんない、ごめんなさい、読めないです。ありがとうございます、本当に。さあ続きまして、
りょうさんきゃんさんこんばんダムお。ダムチョスリスはダムボ兄さんに聞いてだお。突然だけどりょうさんきゃんさん FM 技能案へお守りとお札を送ったけど届いただお。ダジャレのうざさより毎回会議写真を鑑定しているせいで何かあってはいけないと思って送っただお。来てる。それを身につけていれば周りからうざがられるかもしれないだお。お札は PC に貼ると画面が固まらなくなるだお。試してみるだお。それではいつものうざぼニュース。ダジャボ兄さん、この間も帰宅して階段登ってるところよとか、2杯目のカフェラテ注文中わらとか、挙句の果てにはお迎えに韓国台湾料理店があって気になってるのですとあったけど、黙って言ってくればいいだお。止めないだお。誰も聞いてないだお。日常の報告は自分の日記に書けばいいだお。大丈夫よ、そういうのもいいんだよ。ツイッターである女性リスナーにツイキャスで沖縄料理屋は見つかりましたでしょうかとコメントしていたけど、やっぱりスルーだっただろ。53歳親父激鎮だっただろ。もうリュードル1本で行くだろ。きっと笑顔を返してくれるだろ。頑張るだろ。応援しているだろ。そんなこんなで前書きを終わらせて1時間目のどこかのダジャレ実感。今日のダジャレテーマ、リピート買いしちゃうもの。うまい棒や買うまい。いやむずい。待って待って、どこで切るんだこれ。うまい棒や買ううまい棒や、市内で買った、市内で買った、蛍光塗料買う稽古と量。稽古一人しか知らんこの感じ。まあいいや、はあ。お札買う日はお札、マトリョーシカ買うのはお嬢様と漁師か。今日はいっぱいいっぱいだお。それでは続いて2時間目のどこかの怪奇写真時間。今日は渡したお守りお札があるから大丈夫だお。今回の怪奇写真はいつもどこかの怪奇写真時間を楽しみにしているリスナーの金城さんから。自分のマンゴー農園で最近変わったマンゴーができたとの連絡を受けて、そのマンゴーの写真を送ってもらっただ。送ってもらったんだよ。取りに行ってないんだよ。なんだか予想できる展開だけど、一度どこかの調査団の寮隊長キャン隊員確認をお願いするだろ。金城さんのマンゴー農園の写真でございます。はいはい。キャーキャー、怖い怖いよー。ガチ怖え。最近庭のマンゴー捨てたばっかりだよ。きっと捨てたマンゴーそんなことになってると思う。これがお札だと思います。マジかよ。開いてないんだよ。今度またちゃんと開けましょう。すごい、ダジャボさんちゃんと届いてます。ありがとうございます。後でしっかり確認したいと思います。今ね、ビリビリって開けるのもね、失礼なので、はい、じゃあ後でしっかり確認したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。会議写真もいつもありがとうございます。さあ続きまして、今夜も元気にこんばんは、あなたの沖縄 T シャツパパヤです。リピート買いしちゃうもの、それは世界の山ちゃんと並ぶ名古屋の手羽先チェーン、風来坊の万能スパイスですね。鶏肉エキスとガーリック胡椒の絶妙のバランスは和洋中のあらゆる料理に合います。堀西のアウトドアスパイスも愛用しています。あとは夏限定ですが、水出しコーヒーですかね。名古屋にあるコーヒーと鳩時計のお店ロンドベルさんで買ってます。合言葉はジークピジョン。鳩ね。鳩。注文ごとに木豆から焙煎してくれて、いつも新鮮なコーヒー豆を届けてくれます。水出しコーヒーだけど独特のチョコレートのような香りがするんですよ。しかも香料を使ってないコーヒー 100% の香りなんです。これを飲むと夏が来ちゃったなぁと感じます。素敵な素敵なメールありがとうございます。ジークピジョン、いいですね。いい響きですね。鳩に魂を売ってるぞ。はい、沖縄ですパパヤさんでした。ありがとうございます。マジで時間やばい。今日は曲がかけれないな。さあ、りょうちんネーム沖縄大好き、来てます。りょうちんさん、きゃんさん、こんばんりょうちん。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、リピート買いしちゃうもの。コーヒーとかコーラとかリピート買いしちゃいます。それからモバイルバッテリーとか、モバイルバッテリーが壊れて使えなくなったり膨張してダメになったら新しいの買うので、ある意味リピートしちゃいますね。大好きさん、ありがとうございます。大好きさん番組あるじゃないですか、はい、沖縄大好きの大好きを叫ぼう、はい、はい、土曜日の深夜だったかな、はい、ですよね。
あのね、僕何回か聞いてるんですけど、あの大好きさんの人柄が溢れてて素敵ですよ、うん、あのね優しい気持ちになる心がほっくりしますよね。マジで、あの僕の番組とはあの両極端ですそんなことないですよ、そんなことないです。ほっこりする、ね、優しい気持ちになる、何でも許したいなって思うさあ続きまして、りょうちんけんちこんばんにゃ、やんきちです。テーマリピート買いしているもの、楽しいものじゃなくて必ず切れる前に買ってるものが強力殺虫剤。ヤンキチは G が苦手で見つけたら抹殺するまで寝れません。 G の皆さん聞きましたかや、ヤンキチヤンキチさんのね地域はたくさんいるかもしれないのでね、確かにそれは厳しいはい、続きまして、りょうちんキャンチこんばんは、タミーです。はい、あの僕と生活圏が同じでおなじみのタミーさんです。ロイヤルの写メ添付します。今日あのご紹介したニューロイヤルさんですね。ニューロイヤルさん、タミーさんも多分近いんでしょうね。近い、あの同じウルマ市のね近くなんで。めっちゃ素敵、めっちゃうまそう。あ、ほらさっき言ったあのクリスマスのもみの木、クリスマスツリー、おー素敵、が本物が飾られてたらしいです。うわーすごいですね。すごいすごい、タミーさんありがとうございます。さすがです、さすがです、ありがとうございます。続きまして、埼玉の子さん、次男がたこ焼き焼いてくれてるてからたこ焼きゴーさんありがとうございます、ありがとうございます。ゴーさんが今多分食べ飲みしてることの報告ですよこれはお腹空いたよ、はい、あの僕ね、あのいつも遠くても関係なく送ってくださいね、ありがとうございますって言ってるんでありがとうございます続きまして、埼玉のゴーさん、ほらステッカーとタバコとティッシュとリモコンと灰皿とおしぼりとたこ焼き器をパッバックに取ったよどういうことこれ東京タワーバックに対抗してるんですかね、これは。あーだと思いますゴーさんにもちゃんと届いたようでありがとうございます。あ、カーブボーイさんのステッカー置いとくのでね、ぜひあの時間があるときに取りに来てください。さあ続きまして、あ、ラジオネーム進撃のめいちゃん、めいちゃんお久しぶり、ありがとうございます。今那覇市石峰付近で川が氾濫、危険水位超えたらしく、宜野湾市那覇市も土砂災害警戒情報レベル4が発表されました。りょうちんキャンチも気をつけてね。とあるラジオ番組のメッセージで、この雷でパソコンが壊れたと来てました。怖いです進撃のめいちゃんありがとうございます。あのスタッフみたいにちゃんと情報をいただいてありがとう、ありがとうございます、はい、宜野湾市那覇市にも土砂災害警戒情報が出てるらしいです。皆さんお気をつけてください、よろしくお願いいたします。はい、僕のパソコンはとりあえず今どこにもつながってないので大丈夫かと思います、ありがとうございます。さあそんなこんなで楽しくおしゃべりしているうちに、メール紹介だけで本日の曲の時間もなくなってしまいましたありがとうございます。さあコメントの方もちゃんとご紹介していきたいと思います、パパや沖縄 T シャツ屋さん、微妙な店シリーズはやめたの笑。ね、パパ屋さん、これはですね、不定期でやりたいと思っておりますはい、あのね、あんまり別にね、文句じゃないんであれはおもろと思ったお店を紹介するコーナーなので、あれは不定期で、はい、紹介したいと思います、はい、あ、同じくパパ屋さん、沖縄そばニューロイヤル、住所とかね、はい、URL ありがとうございます。インスタやってるのでぜひぜひ見てください、とっても美味しそうだし、いろんな情報載ってるのでよろしくお願いします。はい、タミさん、もずく屋のそば屋だね、そうそうそうなんですよ、ありがとうございます。あ、これはゆうゆかな、ゆうゆが来てるかな、ゆうこさん、りょ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 ーちん、今日はあざました、とりあえず生ビールで乾杯なう、ありがとうございます、ゆうゆう。これゆうゆうだね。ありがとうございます。そう、ビール飲みながら、お酒飲みながら、最高ですよ。皆さん楽しんでいてください。よろしくお願いいたします。カップボーイさん、カフェみたいな若い可愛らしいお姉さんがいる。それを普通のお蕎麦屋さんが年寄りのおばちゃんしかいないっていう批判取っていいの？違う違う、批判じゃないですよ。そういうお店だよって言っただけですよ、カップボーイさん。おばちゃんとかおばあちゃんがやってる店もうまい店いっぱいあるじゃないですか。もうそんなことじゃないよ。そうですよ、本当だよ、そんなこと言っちゃダメですよ、ね、タミーさん、炙り三枚肉人気ですぐ売り切れるよ。本当よ、あの俺本物見たことないもんあさっきサモ食べたことあるみたいに言ったけど、ごめんね、炙り三枚肉丼は食べたことないでもあれうまそうですもんね。でもめっちゃ美味しそう、めっちゃ美味しそうだったよマジで。
さあそんな感じで本日もあラントさん来てます、ありがとうございます。コンティニューコインもありがとうございます。はい、本当にありがとうございます。あ、油脂豆腐もいいっすよ。さあ、本日も番組最後までお付き合い本当にありがとうございました。メールくれた皆さんもコメントくれた皆さんも白金で聞いてるサイレントのリスナーの皆さんもありがとうございます。本当にすいません、ありがとうございます。はい、吉村亮徳家の領事館は毎週水曜日夜8時からリスナーの皆さんとわちゃわちゃしながらお送りしております。来週もですね、週の真ん中水曜日夜8時から、吉村亮徳家の領事館でお会いしたいと思います。ツイッターで番組のメールテーマとかやってますので、よかったら見てみてください。旧ツイッターで。はい、それでは今週はここまでです。本日も最後までありがとうございました。また来週。お疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さんありがとうございました。もうガラさん、ジュリアさん、そばにはベニショウガをたまにいいです、食べて。僕の友達にも言います、めっちゃ入れる人が、牛丼でもそばでも何でも入れる人が、そんな方にはドンキホーテのベニショウガのポテトチップスを買ってみてください。ぜひ。はい、それでは本日も最後まで皆さんありがとうございました。また来週でーす。